はい、どうもこんにちは、たのうです。今回短縮 URL を作る方法をやっていきたいと思います。短縮 URL は有名なところで言うとビットレイとかそういうサイトがありますが、リンク切れを起こしたりする可能性があります。それを防ぐためにもワードプレスで短縮 URL を作ると安心します。例えばなんですが、 SNS で投稿するときも便利ですし、あと YouTube の説明欄にチャンネル登録はこちらみたいな登録を促すメッセージも出すことが可能です。その方法もお伝えしていきます。それでは画面を共有してやっていきましょう。はい、今回使用するのはこのサイトを作ったばかりなんですが、このサイトでやっていきたいというふうに思います。まずワードプレスのダッシュボードに入ってもらって、プラグインの中の新規追加をクリック。今回使用するプラグインはプレティリンクスっていうプラグインを使います。そうするとこのプラグインですね、これを今すぐインストールをクリックします。で、有効化をクリック。そうすると、ここにプラグインが今インストールされました。と同時に、左側のここですね。ここに表示されるようになっています。この中の一番上のやつをクリックします。現状今1個作ってるんですが、これでを確認していきたいというふうに思います。入力するところはもう2箇所だけです。まず最初に転送というところがありますが、ここは、30730230301ってあるんですが、これ302を選んでもらえばいいかと思います。301リダイレクトとかあるんですが、それでこれは302を今回は使います。そして今回、短縮する URL は YouTube の登録を促す URL を入力します。登録を促す URL というのはチャンネルの URL があって、その後ろにこのハテナマークとでサブコンフィメーションイコール1っていうのをくっつけると登録を促すメッセージが表示されるようになります。で、これを今使ってる URL、 このサイトの URL の後ろに YouTubeCH チャンネルって、まあ、してるんですけれども、何でもいいんですけれども分かりやすいように YouTubeCH というふうにしてます。まあ、これで良ければこのままの状態で更新ボタンを押してもらう。これでもう短縮 URL は完了ということになります。で、実際に YouTube の方を見てみると、まあチャンネル登録を促すメッセージがこれになるんですが、まあこれがリンク、これを貼ってやることによって、これ貼ってこうすると、これですね、チャンネル登録の確認。はい、こんにちは、たのうです。チャンネル登録、今回はアンチスパムの対策についてお伝えしていこうと思います。それではやっ、これに関してはやっておくと便利かなっていうふうに思います。通常だと今のリンクをそのまま入れても今のメッセージは出ないんで、短縮 URL を使う方法しかないんで、こういう形 でメッセージを出すっていう、そうするとチャンネル登録してる可能性は上がるんで、そこはまあ是非参考にしてやってみてください。
今回は以上なんですが、ほんと簡単なんで、追加でですね、他のやつもやりたければいくつでも追加できるんで、ここに追加したい URL を入れてもらって、何でもいいんですが簡単なものを入れて、で更新と押すと、ここが URL になるんで、これでコピーってなるんで、これをコピーしてもらって、 SNS、 まあ Twitter とかが多いかと思うんですが、 Twitter とかに貼ってやるっていう感じですね。そうするともう短い URL で、まあ見やすいですよね。 Twitter なんか特に見やすいかと思うんですが、短い URL で、まあ、分かりやすいと思うんで、ぜひ活用してみてください。以上で終わります。この動画が良かったと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いしております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。